海外の人のタトゥーについてどう思いますか？外国人はタトゥーを入れてると日本で生活しづらいと思います。タトゥーを入れてみたいとは思いますか？こんにちは、ユーザーアドベンチャーのゆうです。今日は外国人が日本でタトゥーを入れてる場合に日本人はどのように思うのか、外国人は日本で生活しやすいのかについてインタビューしていきたいと思います。海外の人のタトゥーについてどう思いますか？全く気にしないです。バスケとかがすごく好きで、NBA とか MLB とか海外のスポーツをよく見るんです、で結構タトゥーとか入ってる選手とか見るんで、逆にかっこいいな、おしゃれだなっていうイメージです。ではタトゥーが入ってる女性についてはどう思いますか？それも同じく全く気にしないですね。なんかファッションおしゃれだなっていう風に見てるだけですね。ご自身はタトゥーを入れたいと思ったことがありますか？私自身は特にはないです。日本ではタトゥーを入れてる人は生活しやすいと思いますか？いや、しづらいと思います。お風呂、温泉とかに入れないとか、若干こう否定的な見られ方をする文化がまだ日本にはあるんじゃないかなと思います。日本人はタトゥーを入れている人を怖がると思いますか？思いますね。私は全く思わないんですけど、日本人の中には怖いって思う人はまだまだたくさんいると思います。今後日本はタトゥーを受け入れる文化っていうのがこう進展していくと思いますか？まだ先になると思うんですけど、なっていくんじゃないかなと思います。タトゥーを入れている人は温泉以外にもどこか行きにくい場所ってありますか？働く仕事によってはタトゥーを入ってると働けない仕事はあると思います。はい。あとはそうだな、海、プールとか、ちょっと温泉と似てますけど、肌を出すところだとタトゥーが見えてはいけないよっていうところは日本数多くあると思います。日本人は結構タトゥー入れてますか？入れてる人少ないと思いますね。でもちょくちょく見ますよ。ただみんながみんな入ってるってわけじゃないと思うし、多分隠してると思います。ありがとうございます。海外の人のタトゥーについてどう思いますか？タトゥーについて、タトゥーは僕はどちらかというと肯定派なので、僕も入れたいなとずっと思っているので、そうですね、タトゥーの文化本当に羨ましいなと思います。日本人は結構タトゥー入れてますか？入れてる人も多い、最近は多くなってきたのかなと思います。世間が割と寛容になりつつあるように変わってきてると思うので、タトゥー入れる人も多いですけど、その反面消す人だとか入れたことを後悔してる人も多いのかなって思います。外国人はタトゥーを入れてると日本で生活しづらいと思います？タトゥー入れてると生活しづらい、ただでも日本人の入れ墨が入ってるっていうものと外国人で墨が入ってるっていうので、あの人種によって多分見方が変わると思うんですよ。っていうのも、仇か仇じゃないかみたいな部分が日本人ではそもそもあるので、でそこでの判別、日本人が入れ墨入ってるなんか危ないんじゃないとかっていう、あの見方になる人が多分多いと思うので、ただ外国人の人はそもそもみんな入れてるし普通じゃないみたいなのが多分固定観念があると思うので、なんで別に外国人の人がタトゥー入ってるだから生活しづらいとかはあまりないのかなっていうふうに思います。自分がタトゥーを入れるとしたらどんなタトゥーを入れたいですか？僕がタトゥーを入れるとしたら、僕が飼ってるペット、僕ムカデが大好き でその他に今はヘビとトカゲとレオパと爬虫類をたくさん飼ってるんですけど、で過去にウサギを2匹2羽か飼ってたんですけど、その子たちのタトゥーをまず入れるかなと思います。で入れるとしたら両腕、見えないところ、別にアピールをしたいわけじゃないので、見えないところにまずは入れて、ムカデは背中に這わせたいなと思いますね。肩甲骨から肩甲骨にかけてを這わせたいなと思いますね。
結構日本人は見えないところにタトゥーを入れる人が多いですか？見えないところにタトゥーを入れてる人は割と多いんじゃないかなと思います。結局見えちゃうとさっき話した内容と重なっちゃうんですけど、タトゥー入れてるイコールみたいな部分がどうしてもつきまとってしまうので、で自分、まあ入れてる人に関しては多分、いや自分の人生なんだから別に他人にどうこうっていうのはもちろん建前としてはあるんですけど、ただ日本人がタトゥーを入れると生きづらくなってしまうのもまた事実なので、なのでその弊害を受けにくい自己完結で済む見えない場所に入れるっていう人の方が多いのかなとは思います。なるほど、ありがとうございます。海外の人のタトゥーについてどう思いますか？私は全然平気。タトゥーが入ってる人は日本で生活しやすいと思いますか？海外の人なら問題ないと思うけど、日本人で入ってる人は、まあ、ある程度制限はかかるのは確かで、タトゥーとまた和彫りっていうのは全然違うと思ってて、やっぱ日本だと和彫りが入ってる人はそっちの人だっていう見られ方をするし、タトゥーも量とか場所によっては結構そういう偏見な目で見られることもまだ少なからずあるのも確か。日本人のタトゥーについてはどう思いますか？私は気にしないけど、子供ができた時に日本ではタトゥーが入ってるから入れない施設とかが結構やばまだ多くて、そういうところに行った時に子供がなんかこうお父さんと一緒にじゃあプールに入れないとか、お父さんと一緒に温泉に入れないとかっていうのが子供にかわいそうな思いをするのはちょっとマイナスかなっていうのはあって、ただもちろん隠せば入れるところもあるけれど、じゃあ若い頃に入れたものが一生残るっていうのも多分分かってるはずだし、若い時にじゃあ子供を持った時のこととか想像して入れてる人ってまあいる人もいると思うけど、そうじゃない人もいると思うから、それを消せるっていう選択肢がある財力があったりとかなんかそういう決断ができる人、そういう思考がある人であればなおいいかなっていうのはあるかな。タトゥーを入れてみたいとは思いますか？思ったこともあるけど、わざわざ入れる必要もないなっていうのは正直思う。どんなタトゥーを入れてみたいと思いましたか？人に、あんまり普段見慣れない場所、だ自分だけしか見ないような場所とかにちっちゃく入れてみたいって思ったこともあるけど、そう、何のイラストがいいかとかまでは考えたことないかも。日本ではタトゥーを受け入れる人は増えてきてると思いますか？増えてると思います。それはやっぱり海外の人がいっぱい日本に来てるっていうのも確かだし、まあ、日本で言えばそういう和彫りの人たちの入れ墨を入れてる人ってもうそっちの人っていうのが昔の常識だったけど、今は若い人でもみんなおしゃれとかそういうファッションとかで入れてる人も増えてきてるのも確かだから、そういう人たちがほとんどだよねっていうので容認をし始めてる人が多くなってきてるんじゃないかな。ただ私たちの世代はそうだけど、親世代になるとまたちょっと違う気がする。あなたの家族はタトゥーを入れたらどう思うと思いますか？入ってるからダメとかは言われないと思うけど、じゃあ体の半分全部和彫りとかそういうのは、やっぱり子供を持った時のことを考えると消してほしい、消せるなら消してほしいっていうのは思うし、むやみやたらにそういう和彫りとかは入れないでほしいかなっていうのは正直なところ、日本では今後もっとタトゥーを受け入れる体制が整っていくと思いますか？それはイエスですね。今も例えばじゃあもう海水浴場とかも OK にし始めてるところもあるし、プールとかでもそのワンポイントのタトゥーとかなら隠せば入れますってところもあるし、増えてはいるけど消えはしないような気もする。ありがとうございます。